皆さんどうもこんにちは、飛べない豚はただの豚、よろしくお願いします。はい、ということでね、うちの飛べない豚ことシオンがね、最近全く例のごとく飛ばないんで、そろそろね真剣に飛ばせようと思います。はい、そのためにね、今日はシオンの練習パートナー呼んでます。お願いします。こんにちは、ベリーナこと神戸光輝です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ベリーはちなみに何のジャンプが得意だったの？いや、僕はダブルアクセルです。なるほどね。うちのね、飛べない豚もね、アクセル得意なんだよ。あ、マジっすか？これだけどね。あ、これですか？ちょっと癖強めなんだけどね。まあね、でもちょっとダブルアクセルじゃ今日俺満足しないのよ。はい、やっぱ最近俺ばっかりトリプル飛ばされてるから、ちょっとトリプルね、2種類行ってもらいたいね、今日は。はい、サルコーとトーループですかね。そうだね、ちょっとそれを、まあ、やっぱ一人でやらせるのもやっぱモチベーション上がらないとか、だからダダこねそうなんでね、今日はベリーにぜひ、はい、よろしくお願いします。練習相手になってもらって、あいつを刺激してもらいます。はい、ということでやっていきます。はい、ということでね、もう少しでうちの飛べない豚来ると思うんですけどね。お、おい、おい、なんだその態度は。今日は君の企画だよ。なんだよ、脱ぎ出したの。生きてるだけで褒めてほしい。やかましいわ。分かってない、分かってない。俺にジャンプを飛ばせようとする日が来るなんて終わりよ。もうスケラボ終わり、糸編に冬終わり。やるの今日、やるの。そろそろね、飛んでもらわないと。聞いてないじゃん。スケラボ首よ。ちゃんと今日はね、相方も用意してるから、練習相手。まあまあまあ、何、どうせまたなんかこうちゃんと練習してなんかジャンプ飛べるまで帰れないみたいな感じでしょ今日。でもよくない、あのね、一つ言う、よくないよ。ほんと急に言うと怪我するから、急にこれやってとか前振りなしにそう言ってくるのダメ。ちゃんと LINE の段階でさ、今日向かってる時点で言って、やるならやるって。はい、行きまーす。はい、行きまーす。はい、ということでね、今日は俺の大好きベリーナに来てもらったんでねまあやっていこうと思いますよ、仕方ないから。モチベーション上げてきてるね。だからやかましいってまあいいよ、やればいいんでしょ二人で。そう、どうせなんかジャンプ対決みたいなさ感じでちゃんとジャンプ飛べばいいんでしょ。いや、まあ今回対決じゃないんだよね。おお、もう切実にシオンにちゃんとトリプル飛んでほしい。で、もうサクッと言って、ほらやるから。ジャンプ何個飛んだら終わるの今日。2種類でいいよ。2種類、うん、もう多くは求めない。リアルだね今の俺からするとすごいリアル、2種類って。いや、これリアルよ。俺リアルもう2ヶ月ぐらいジャンプやってないね。あ、マジっすか、うん、僕も引退してからほぼ滑ってないし、ね、じゃあその滑ってないずんぐりむっくりのお二人で頑張ってくださいずんぐりむっくりじゃない、マッチョって言え、マッチョ。はい、ということで、じゃあ早速何ダブルアクセルからいけいいですか。アクセル行きたい、したくない。トリプルからいけますか。トリプル、なんか、なんか意識高いね。やめろ、言ってないじゃん俺一言も言ってないじゃん今俺飛びたいって今日一言も言ってないよ。まあじゃあまずはね、ちょっと手始めにアクセルからいきましょう。癖強めのアクセルどうぞ。はい、任せて、俺も飛ぶよ。今日は俺の回だから、シュー君出番ないよ。ま、いきます。じゃあベリーナ、お手本お願いします。ダブルアクセルから。はい、お願いします。危ないって言うけど幅すごいね。なんかさすが結構ベリーナといえばアクセルでもありましたよね。ジャンプの高さと幅には自信があります。おお、じゃあ次これでいきましょうか。ジャンプの低さと幅のなさには自信があります。ザ勝手のつかない男だもん、ね、やめろ、やかましいわ
しい。飛べない豚はただの豚だけど、俺は豚じゃないんで、全部筋肉、マッソボディ。まあこんな感じでサクッといきましょう。俺も今日動けるよ、見たでしょあの体の軽さ。あもう軽い。じゃあ次トルクいきましょう。お願いします。サクッとね、今日終わらせるよ、もうそんな時間ないから。ごめんね。いいよベリーナ、次行こう、次行こう。本当にもうずんぐりむっくりなんだろうな、二人して。体張るの俺以外に言わないんだけど、大丈夫？もうついに師匠の枠なくなるやん。やめてやめて。体ハリーズです。はいどうも皆さんこんにちは。体ハリーズです。まあそんな感じでね、今日はねトリプルトロップやっていきたいと思うんですけど、はい、はい、頑張りましょう。もう次はねマジで決めなあかんですからね。まあ行ってきますよ。はい。死にもうた。あかんなこれは。あかんな。体張るの俺だけでいいんだよな。ちょっと大してきついんじゃない？すいませんでした。じゃあ俺が仮に決めてくるよ。やっぱ先輩だから。先輩意地見せるわ。お願いします。まあもうこれシオンの企画だから。そうですね、まあ、シオンが決めればいいからね。うん、行ってくるわ。じゃあいやまあ一周目ぐらいはね。まあまあまあ行ってくれないと。危ねえ、俺本当にクビになるとこだった。こいつ企画しか考えねえ草みたいな書かれるとこだった俺。危ねえ。いいな。次はサルコです。お願いします。行って、お疲れ様。よし、およし、すげえ。あぶねえ。ダメじゃん、シオンより先に飛んじゃ。ダメだよ、何してんだよ。飛びました。何してんだよこいつ。これ飛ばなきゃいけなくなっちゃったし、何してんだよこいつ。何してんの。え、め何してんの？あいつ YouTube 分かってねえわ。YouTube 分かってねえわ。ど素人だあいつ。だってそれはもうサブメンバーじゃないもん、あいつイレギュラーメンバーだから。レギュラーの前に E がついてイレギュラーメンバーなんで。分かってないわあいつ。飛んじゃうもん。俺飛べないのに。まあサクッと決めるよ。ミスターイレギュラー。ちょっと思い浮かばなかった。まあ今のダブルですから、皆さん分かるように2回転しか回ってません。これが YouTube の流れってやつです。次トリプル飛ぶのが男浜田です。塔を期待。次回シオンこける。全く飛べる気配もないのにただひたすらに飛び続けるシオン。そんなシオンを容赦なくケツ落ちが襲う。お尻が大爆発寸前なシオン、果たしてこの痛みに耐えられるの。次回シオンこける。さてこの次もレッツポジティブ。今のは痛い。もしかしたら軽トラぐらいに跳ねられたかもしれない。今俺跳ねられたよね。今危な危な。お母さんごめんなさい。今危ないよ俺今。保険入ってる。保険入ってる。大丈夫大丈夫。健康保険は入ってる。大丈夫。あと2回ぐらい耐えるわ。
タックル受けてたからね、俺もう怖くなっちゃってんだよな。タックルの威力すげえ。はい、ということで、はい、今日はですね、シオンになんとかトリプル2種類戻してもらおうと思ったんですけど、まあ、残念ながらね、うん、ちょっと時間切れということで無理っすね。ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、この動画がね、良かったと思ったら高評価、そしてチャンネル登録お願いします。この動画今良かった要素あった良くはないので、低評価で皆さん忘れないでください。生きてるだけでいいんです。ありがとうございました。ありがとうございました。まああのね、ちょっと練習すれば俺だってできんのよ。ちょっと練習すればできんのよ。ありがとうございました。